はい、今日はですねブラジリアン柔術の打ち込み練習、ドリル練習を紹介したいと思います。私がですね、青帯になる手前ぐらいの時に一番多くやってました。はい、もちろん青帯以上の人、紫帯の人とかもやっても、もちろん、プラスになります。はい、でも一番、私がおすすめするのは、初心者の方、そして初心者から中級者ぐらいの方に、一番おすすめしたいと思います。はい、スパイダーガードのドリル練習ですね。はい、下から足が引くようになる、練習ですね。はい、立ってもらって、はい、上の人は立ってもらいますね。はい、そして僕の方、下の人袖持ちます。はい、そして、ここからスタートするんですけど、例えばなんですけどタイマーで、区切りますね。例えば1分でも2分でも3分でもいいんで、やったら上の人と下の人が、入れ替わります。はい、何するかというと単純にこの状態ですね。まあ足を引かせて、僕の方は、足をどん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 動かします。まあスパイダーガードの形作ったり、まあ、ラッソの形、巻き付け作ったり、まあ、腰骨プッシュしたり、膝裏、ね、両方膝裏やってちょっと崩してもいいです。はい、巻き付けたり、ね、でこうやってちょっと立ち上がってもいいです。でまた寝て、で、まあ、とにかくね、まあ、動き回るってことですよね。一つだけ縛りはこの袖を持ったまま、これ離さないってことですね。こうなったりしないってことです。これ掴んだままであれば、例えば、まあ、こうやったり、まあ、極端ですよね。こうやったりで何してもいいです。で足の動きを確認します。スパイダーの形作ったりね、まあ、こう登ってもいいですよね。まあ、太ももプッシュとかもしてもいいです。まあ、こっちデラヒーバフックとかもしてもいいですね。でね、膝崩したまに行ったり、片方スパイダーで片方ラストで立ち上がったり、そしてまた相手を動かして、でピピピピピピピって、まあ、タイマー2分でも1分でもいいですけど、なったら上下交代すると。はい、これね、結構ね、僕ね、やってましたね。例えばじゃあ、今も本当にやってみましょう。ね、実際。よいしょ。じゃあね、2分ぐらいにしてみましょうかね。はい、じゃあ、下になってもらっていいですか。はい、じゃあ僕の袖を持って、はい。袖を離さないで、あと足の動き、やってください。上の人はね、転ばない。わざと転ばない。でも力入れすぎない。で、程よく脱力して体幹保ちます。下の人はどんどん動いています。足動かして、そう、立ったりとかね。はい、で、僕の方は力入れすぎない。力入れると下の人やりにくいんでね。脱力します、僕の方は。でも倒れない。でも自分からは倒れない。これをやることによって足の、相手にプレッシャー与える位置とかね、結構確認できるんですよ。自分の足の裏とか、で相手のここやったらバランス崩れるぞっていうところとかね、結構体で覚えれるんですよ。たまに立ったりしますね。で、また引き込んで、でポイントは一つだけです。縛りは一つだけです。袖を離さない。僕の袖を下の人は離さない。そして相手を崩す。こうするとどうやって相手が崩れるかっていうのを体で覚えてるんでね。時間はね、まあ、何分でもいいです。最初は1分ぐらいから始めていいと思います。2分でもいいしね、3分でもいいしね。はい、はい、OK。 はい、確かに初めてやりましたかね。はい、どうですか、感想なんか。きつかったですね。きつかったです。はい、はい、それぐらいですかね。、はい、どうですかね、足の動き良くなりそうですよね。はい、技の確認はできるので多分いいと思います。
ポイントは袖、これだけ離さない。離さなければ何してもいいですか。こうやって入って、自分で入ってって、また出てっても何してもいいです。で、まあ、先だけ立ってもいいし、ね、回転しても、これが、まあね、体の動きの確認で、スパイダーやっても、まあ、ダブルスパイダーやってもいいし、ね、こうやって相手を操り人形のようにしてコントロールして、まあ、ダブルラストでも何でもいいです、ね、とにかくいろんな位置を確認します。足でね、足でやっぱ相手を崩すんで、ね、下からね、ね、太もも、内ももプッシュしたりして、こういう感じでやります、ね、いろんな角度、ね、はい、ということで、私はこれ青帯ぐらいの時、練習行った時は毎回ね、パートナー見つけてこれ打ち込みやってました。はい、皆さんもやってみてください。タイガーアッパーカット、サツナイツンブルーキャッチ、ヨガファイヤー、波動拳、昇竜拳、タイガーアッパーカット、サツナイツンブルーキャッチ。ヘイ、持ってて持ってて、シャンガイ